さあ行くぞ。どうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。以前ね、ハードオフで購入してきたこちら、ゲームボーイプレイヤー。これね、ゲームボーイのアドバンスとか、ゲームボーイカラーとかね、ゲームボーイのね、カセットをね、ここに入れて、まあ、テレビ画面でやるっていうね、便利グッズなんでございますけども、ね、ちなみにですね、今使っているゲームキューブ、こちら、オレンジ。ちょうどね、色いいでしょ？もう合うんすよ。で、この間ですね、ゲームボーイプレイヤーのスタートアップディスクが届きました。こちらがね、ないとね、起動しないんですよ。ということでね、今回ね、調査していきたいと思うんですけども、今回ね、調査するために、ちょっとゲームボーイアドバンスとゲームボーイカラーのカセットを用意しました。まずね、アドバンスなんですけども、こちら、メトロイドフュージョン。サムスですね。これね、昔ね、超やってた。小学生の時ね、すごいやってたんですよ、僕が。メトロイドフュージョンっていう、ほら、スマブラとか知ってる人だと知ってると思うんですけど、サムスとかいるじゃないですか。あれが主人公のゲームです。それとですね、まあおなじみポケモンの金です。この2つが認識するのか、ね、はたまたどっちかね、この2つの、まあ、アドバンスしか認識しないのか、2つとも認識するのかっていうのをね、調査していきたいなという感じに思います。僕ちょっとやったことないので、どういう感じになるのかわかんないですよ。まずですね、組み立てていきましょう。これ組み立てます。はい、ということでこれですね、ゲームボーイ本体、この裏ですね、裏にこう端子があるんですよ。ここにいわゆるこれをね、はめ込んでいくんですね。こうやってガチャってはめ込みます。あとはね、このほら2つのなんかネジみたいなのあるじゃないですか、これをね締めていきます。まあ、何でもいいと思うんですけども、マイナスドライバーあったんで、これでこういう風にね、回していきます。はい、完成しました。こういう感じですね。なんか大きくなったなはい、ここにですね、まあ、ゲームボーイのカセットを、入れます。はい、ということでちょっと準備していきますね。はい、そしてこのね、スタートアップディスクを入れていきます。これがね、やっぱ大事なんですよ。なかなか売ってないですよね、ハードオフに。はい、はめました。で、まず最初に実験していくのはこちら、メトロイドフュージョンからいきます。アドバンスなんでね、なると思うんですけどね。よし、セット完了。じゃあちょっと画面をね、見ていただきます。はい、今回用意したのは、まあ、ライトキャプチャー、いつもおなじみのライトキャプチャーでございます。じゃあ電源入れていきますよ。なるかな、これ。お、来ました、来ました、来ました。なるか。あ、来た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 。Nintendo Presents Metroid 4。 あ、なるわなるわ。懐かしい、これ。やってた、やり込んでた、やり込んでた。データ残ってっかな。あ、残ってた。99だ。メインデッキ、メインデッキ。あ、だいぶやってんな、おい。すげえよこれ。はい、なりました。ゲームボーイアドバンスになります。ちなみに、このキューブのコントローラーできますね。まあ、ここ。これでも動くし、下の十字キーでも動きます。あとはね、この A と B ボタンが有効でした。ありがとうございます。動きましたよ。じゃあ次、こちら。ポケモンの金。ゲームボーイカラーなるんすかね。試してみましょう。いけそうじゃん。あ、いけちゃう感じ。あ、なるよこれ。なるなるなる。ちゃんとね、動く。ほら、もう動く。なるじゃん。ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと調査する予定なかったんですけど、番外編みたいな感じで、やります。ゲームボーイのカセットだったらどうかと、ちょっと持ってきますね。はい、ちょっと今回用意したのこれ、ポケモンの赤です。
ゲームボーイはどうなんすか、白黒でなんのかな、それともカラーで映るの。あ、なるなるなる。この LR ボタンで大きさ変えられますね。アドバンスと一緒だ。あ、なるやん、ロケットモンスター。はいはいはい、ちゃんと動きますね。うん、 A ボタンとかほら B も反応する。はあ、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今回ですね、ゲームボーイプレイヤーのね、動作確認してみました。ちゃんと動きましたね。今回ね、3種類の、ゲームのカセットを用意しました。ゲームボーイカラー、そしてゲームボーイ、そしてゲームボーイアドバンス、3種類用意したんですけども、しっかり3種類とも動きました。これはいいね。昔のゲームなんかをね、ちょっとね、ね、パソコン上で録画してみたいな、簡単にできちゃう、これはいいなぁ。ね、ゲーム実況とかやられてる方はね、なんかね、すごい機材とか、買われてね、やられてる方とかたくさんいらっしゃると思うんですけども、これあればもうすぐにできちゃう。しかも昔の懐かしいゲームをやりながら動画が撮れちゃうっていうのが最高ですね、僕的には。うん、ゲーム実況に使っていきたいなという感じに思います。ってことで今回ですね、いろいろ動作確認していましたらうまくいったっていうお話でした。お疲れ様でした。